ちょっと地獄へ行ってます。ドラキュアより。アホか。シャーロック・ホームズ、最後の事件？ワトソンは急いでライヘンバッハの滝へたどり着いたが、そこにはホームズの姿はなく、杖が残された場所から先は断崖で行き止まりとなる小道になっていて、争いの痕跡が残されている。ワトソンは大声で叫んでみるが、滝の轟音が返ってくるだけであった。ドド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 いやあ、焦ったぜ。あっつー。あら、こんなに汗かいちゃって。触んないで。ああ、副理事長、天候トネ。はい。番号1、2、3、4、5。6。数は足りてるようです。あら、大男のてっちゃんがいないわ。地獄に置いてきちゃったのかしら。落ちるべき人は、まあそれなりによくあることです。そうよ、せいせいしたわ、あんな男。もう帰ってこなきゃいいのに。ほら見て見て、私より背の低い人がいる。低いですって。私はまだ若い、成長しています。誰かさんとは違いますから。50歩100歩ってところかしら。私に同じに見えるわ。怪しいやつめ、こんなところに隠れやがって。新鮮な口を吸いたい。ところだが、やめておこう。私、名探偵ミセス・シャーロックです。よろしく。ここは怪しい人ばっかりね。こいつも、こいつも。50歩100歩か。俺は昔よく師匠に言われたもんだ。つまりこうだ、技をかけて、ああ、客を喜ばせようと試みるも、いつも反則負け。じゃあ、ちょっと、目に爪入ってます。大技をかけて相手を失神させても、反則は負けは負け。よく師匠に叱られたもんだ。亡きフリッツ・フォン・エリック先生。その人、血が好きですよね。うん、知ってるわよ。リンゴを手のひらで握って、ジュースにしてしまう人よね。長老、昔の人よくご存知でもさすが。50歩逃げようが100歩逃げようが、逃げたことには変わりがないということわざ。トロキラさ ん、今度からトマト割りでなくってリンゴジュース割りの血にしましょうね。リンゴジュースに。多分70キロの握力はかかってるわ。ジュースにするのは無理、砕けただけ。話はもっと論理的に。スポーツ記事はいい加減なんだから。気に食わん。アイアンクローの凄さを見せる。ミセス・シャーロックだっけ。いけすかないけど、理事長の私はオッケーよ。ま、安らがない里へようこそ。まだ決めてないわよ。でも崖の下は地獄だって言ってたわよね。細い小道は行き止まりなのよね。興味おありだわ。シャーロックの最後の事件現場だよ。私はそこにいたんだからわかるんだけど、地獄の入り口なのよ。下を見たらもうダメ、目クラクラで、そこで発見。
奈落の底に落ちないコツがあったのよ。極楽に行くか地獄に落ちるかはちょっとコツがあってね。おいおい、俺より詳しいってか。俺様は地獄を見た男だぞ。俺は相手に地獄を見せてやった男だ。この噂でな。コツは雲の糸にヒントがありそう。ほら、芥川龍之介の仏の慈悲心とエゴイズムを分かりやすく伝えた作品、教科書にも載ってたわ。つまりどんな悪党でも雲を踏みつぶしてしまいそうな時に踏みとどまれば極楽行きの糸が降りてくるなんて、ちょっと安易すぎない？あれが名作って私わかんないのよ。私は蜘蛛の巣に引っかかった蝶を救ったことがあるって言ったら、お釈迦様が許してくださったってわけよ。あなた今ふっふっふって笑ったわね。地獄から生還したからって大きな顔しないでよ。あら、それよりあなた、私とキャラが被っていません？私、アンナ美穂と申します。あんた、私がいない間にここに来た人ね。事件になりそう。しめしめ。ドラキュラ君、そろそろつくめん君、面白くなりそう。いや、本当のことを言うわね。実はここを留守にしていた間、精神科医に会いに行ってたのよ。もう作家になりたくて年がら年中本読みすぎ。はあ、それでこの人うつに。自分勝手なんだから、まあ私みたいに。優雅でないですもん。それよりか、トイレで本読むのやめてくれませんか。みんなのおトイレなんですから。芸術的な考えが生まれる場所はトイレって決まってます。先日行き詰まったんで先生のところにセラピーを受けに行ったら、何かセラピーが心に行き詰まるものを抱えていて、それで何か精神的にダメージを受けるんじゃありませんかって。すると先生、正直に言うとその通りだ、芸術は爆発だってね。だから私は才能が抜き取られる前に慌てて逃げ出して、みんなにぶつかってここにダダダダッと。ドラキュラさん。はい。あんた、確か病院じゃなくて、地獄温泉ツアーに案内するって言ってたよね。もちろんです。そっか、わかった。あのね、地獄も天国もどちらかというと芸術的な世界よね。まあどちらにしても空想の世界、現実的にはありえないわ。セラピーを受けるとね、この人みたいにまともな人間になっちゃうのよ。おお、怖っ。わかった、みんな。まるでまともじゃいけないみたいなこと言うじゃない。もう少し地獄に滞在してればよかったのにね。お二人とも十分普通じゃないですよ。なるほど、安らがない里か。気に入った、入れていただくわ。ほらほら、私の特技はこの笑顔よ。スマイルしぶちゃんも駄菓子を食べて優勝したんだから、
地獄をに地獄谷温泉まんじゅう買ってきたんだけど、もぐもぐしない。はいはい、どうぞ。うまそういただきます。おー、うん、うん、うん、え、嘘。